毎度、相模薬師駅水木です。今日なんですけど、実家の掃除2日目。まあこれ全部7 days ぐらいあるんで、で、ちょっと初日ハウスダスト出すぎて、はいやられるわで、ね、全然進まなかったんで、もう家具の移動っていうよりももうどっちかっていうと埃をひたすら吸い取るっていう、それに時間かかっちゃったんで、だから今日は今このボザ剥がしたちょっと茶色い畳見えてますよね。この茶色い畳露出状態まで向こう側の部屋を持っていきたいと思ってます。よろしく。今粗大ゴミ捨てに向かってます。もうゴミありすぎてこんなに進まないんで、掃除が邪魔なものはどんどん捨てる、はい。ちょっとゴミ捨てから帰ってきたんで、引き続き片付けていきます。このゴミ屋敷。ナショナル。芝生じゃん。雪みたい。え？タイム。これさ、このホコリの主成分は何なの？確かに。何なんだろうこれ。糸。砂とかもあるんじゃない？屋根の下だからさ。ああ、そっか。糸ですね、メインは。あと、瓦の下って土埋まってるから。ああ、じゃあその繊維が。うん。あと、この部屋のござ運び出して、もう一回素材が捨てに行きます。
わって、あと壁紙があと1日2日したら届くと思うんで、壁紙、でも全部貼り切れるかどうかわかんないんですけど、壁紙ちょっと貼って、襖とかもちょっと、紙貼り替えたいな。結構汚いからね。まあ、とりあえずここまではできたんで、今日はここまで。で、また次は壁紙貼り替えてみた辺で、壁紙貼り替えてみた辺でまた会いましょう。じゃあ、またよろしくお願いします。あ、チャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。ありがとうございました。